はい、皆さんこんにちは。フィットネスメイトヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。え、いや今ちょっと撮影中やからっていう小芝居なんですけど、今回は HIIT トレーニングって、まあ、実際どれぐらい痩せるのっていうことと、あとどれぐらいやったらいいのか、まあ、週何回、1回あたり何分やったらいいんですか、ダイエットのためだったらどのぐらいやったらいいんですかっていう質問をたくさんいただいたので、まあ、今回はその2つについてお話ししていきたいなと思います。で、実際 HIIT ってもうめちゃくちゃ痩せますっていうのも、僕はですね、実は4月の間いろんなジャンクフードとかを食べまくって頑張って太ってました。っていうのも5月から新しい動画を撮影したいなと思ったんですけど、それが太った状態から1ヶ月間本気で HIIT と食事管理したらどれぐらい痩せるのかっていう動画を作りたかったんですよ。なので、まあ、4月中っていうのはもう唐揚げを食べたりとんかつを食べたり、そしてお菓子ドーナツとかも毎日もう頑張ってめっちゃ食べました。ただこの4月の1ヶ月間でどのぐらい太ったかというと、正直ビビたるものだったんですね。なんかちょっと微妙に太ったなみたいな、なんかむくんでますかぐらいのテンションになっちゃってて、でこれちょっと動画にするのはなんだかなっていうことで、まあ、動画をですね、まあ、打ち切り、新しい企画を打ち切ることにしたんですけど、まあ、そのぐらい HIIT で痩せると思います。というのも4月の間っていうのは、まあ、動画撮影を僕してたんですけど、この動画で投稿するたびに、まあ、HIIT ってもちろんやってたので、まあそのHIIT が、まあ、どれだけ脂肪が燃焼効果があるのかっていうのは、食べても太れないっていうのが、まあ、それぐらい脂肪燃焼効果が高いものなんだなと思いました。で、実際に今食事を戻してってるんですが、やっぱり早いですね。脂肪が落ちていく感じがすごく早いです。で、実際にこの脂肪燃焼のために HIIT トレーニングでどれぐらいしたらいいのかっていうところなんですけど、まあ、正直言っていろんな論文とか科学的根拠っていうのは出ています。ただ正直言ってもいろんな、なんですかね、文献とかもいっぱい情報がありすぎてて、実際に今回はもう僕の経験のお話をしていきたいと思います。で、 HIIT トレーニングはだいたい週3から週5回ぐらいでいいかなと思うんですけど、ただウェイトトレーニングを僕はやるので週3から週5なんですけど、ウェイトトレーニングをしない人は週6、週7とかでも全然 OK だと思います。ただウェイトトレーニングをしてなくても HIIT トレーニングが週3回か週5回でも全然効果はあると思います。で、実際に1回あたりやる時間っていうのは一応10分以上を、まあ、目安にしていただけたらいいかなと思います。ただ10分以上絶対にしなければいけないというものではなくて、7分だろうか5分だろうか4分だろうか効果は必ずあると思います。っていうのも僕は実際に、まあ、毎回10分以上の動画をするかというとしないんですよ。で、4分の時もあったり7分の時もあったり、そして10分以上の時もあったりなので、まあ、大体平均して10分ぐらいなのかなと思いますね。まあ、5分の時があっても15分、20分の時もあったりするし、大体週で平均すると10分以上になるようになればいいかなぐらいの感じでやってます。でも正直言って10分以下の時もあるんですよ。まあ、田畑式トレーニングを今週はまあ週3回しかやってないなっていう時もあるんですけど、まあ、それでも結構脂肪燃焼効果っていうのは実感しています。で、他にもこの HIIT トレーニングというのはミトコンドリアを増加すると言われていて、このミトコンドリアというのはストレスと年齢とともにどんどん低下していくんですよ。なんで年を取ってからなんか太りやすくなったな、疲れやすくなったなっていう方が多いんじゃないでしょうか。多くないですか。まあ、ミトコンドリアがですね、増やすことができるんで、この HIIT トレーニングで最初やった時めっちゃしんどいですよ。マジでめっちゃしんどいと思います。ただ頑張って心拍数をできるだけ HIIT トレーニングで高めるようにしていくと、徐々にできる時間とかスピードとかが速くなってくるので、まあ、しんどいのには変わりはないんですけど、どんどん動けるようになってきて、昔できなかった HIIT トレーニングができるようになったり、できるようになるとさらにですね、強度の高いトレーニングができるようになるので、そうなってくると動ける時間もどんどん長くなるので、結果として脂肪燃焼効果もどんどん高まっていきますっていう風に、 HIIT トレーニングというのは本当に継続していくとめちゃめちゃこう体脂肪燃焼効果とか疲れにくい体とか実感できるんじゃないかなと思います。ということで、実際にじゃあ HIIT トレーニングやっていきましょうか。ということで、皆さん本当にコメント高評価マジでありがとうございます。動画作りのモチベーションにめちゃめちゃつながってます。ということで、これからも動画作り頑張っていこうと思いますので、もしよかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、 HIIT トレーニングやっていきましょう。